第21回ノースクイーンカップミノ、見事ネーロルチェンテで勝利しました米川昇調教師にお話を頂戴します。おめでとうございます。ありがとうございます。昨年の雪辱となったと思うんですが、今のお気持ちいかがでしょうか。いや本当に去年は悔しい思いしたので本当に嬉しい限りです。今日は、このレースに向けてまず馬の状態面などいかがでしたか。そうですね、前回準優勝で使った時よりははるかにいい出来だったので、まあ見てても安心して見てられました。ですか。安心して見ていたそのレースですけども、はい、どのあたりからこれはもういけるなっていうような手応えはありましたか。そうですね、3コーナーぐらいで手応え見てたら、はい、いけるなと思ったので、はい、あとは後ろから来る馬の映像を見てて、はい、大丈夫じゃないかなって確信してはいましたけど、はい、そのあたり先ほどの、ね、石川大和騎手のインタビューとも少しこう重なるところもあるんだなという印象ですけども。そうですね、はい、今日レース前石川騎手に何か、指示などはあったんでしょうか。まああれですね、まあなるべくなら前につけていった方がいいんじゃないかっていうぐらいな指示ですけど、はい、まあ、そのあたりも石川騎手はきちんと騎乗したような。そうですね、言わなくても分かってるとは思うんですけど、はい、今日ここを勝ちまして、次はというところを気にしているファンの方多いと思うんですが。そうですね、ブリーダーズに向けていきたいと思いますんで、はい、そこに向けて、まあ、今も状態面はいいということですけども、どうだったらさらに上がっていくような印象はあるんでしょうか。そうですね、まあそれを、まあ、今の状態をキープしてより一層頑張っていきたいとは思います。はい、では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。いや今日は本当にありがとうございました。またブリーダーズで一つでも着順上になるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。第21回ノースクイーンカップネーロルチェンテで勝利しました米川昇調教師にお話を頂戴しました。ありがとうございました。ありがとうございます。